皆さん、こんにちは。今回取り上げるのは、日本テレビアナウンサーとして活躍をしている石川みなみさんです。2023年現在はゼロイチやカズレーザーと学ぶなどレギュラー多数の人気女子アナです。しかしそんな石川さんには熱愛報道が出ているとのこと。お相手はなんと同局の佐藤義明アナ。佐藤アナは以前に同局の郡司恭子アナとの熱愛も報じられていたということで、女子アナファンの間では略奪愛と噂されています。そこで今回は石川さんの学歴、浪人だった噂、略奪愛の真相についてまで経歴と合わせて調査していきます。簡単なプロフィールは次の通りです。生年月日1996年8月4日出身地広島県広島市。身長164センチメートル。最終学歴早稲田大学教育学部教育学科。まず石川さんの経歴、学歴についてですが、石川みなみさんの出身中学校は坂町立坂中学校です。2009年4月に入学し、2012年3月に卒業しています。先にも述べましたが、小さい頃から陸上に打ち込んでいて、中学校でも陸上部に所属していました。専門は800m、1500m、3000m の中長距離でした。この頃は練習は1日トータルで15から 20km を毎日走っていたそうです。中学生にして練習量が凄まじいですね。さすがの石川みなみさんも練習が辛くて不安からいつも胃が痛かったと言います。そこまでしてもやめられない不思議な魅力を長距離に感じていました。長距離選手が感じるランナーズハイを知ってしまったということでしょう。中学生では 4×100m リレーと駅伝で全国大会に出場しました。しかしレギュラーにはなれず、どちらも補欠だったそうです。これだけ練習してもレギュラーになれないとは、相当選手層の厚いハイレベルな学校だったのでしょう。石川みなみさんは将来マラソン選手になるのが夢だったそうです。中学1年生の頃、箱根駅伝をテレビで聞いた実況に衝撃を受けたことがきっかけで、アナウンサーへの夢が芽生えたそうです。石川みなみさんは選手目線で走りが気になるところですが、実況に注目するとは面白いですね。人生のターニングポイントは中学生の頃にあったんですね。陸上との出会いがアナウンサーという目標と巡り合わせてくれたと言っても過言ではないでしょう。石川さんの出身高校は広島県立広島海実高等学校です。2012年4月に入学し、2015年3月に卒業しています。同校は陸上競技の名門で、全国大会の常連校として知られています。石川さんも陸上部に所属しており、高校2年生の時には中国女子駅伝大会で4区を走りました。陸上は5歳から高校卒業するまで13年間打ち込んできたそうです。マラソンや大学駅伝の知識は誰にも負けないとも語っていました。今でも特技に長距離を走ることを挙げており、ダイエットやストレス発散のため走るんだとか。走ることが大好きで、今でも1ヶ月に1回は15キロ以上は走るというほど、長距離で培った体力があったからこそ、高校卒業後の大学での学業とアナウンサー業とアルバイトと忙しい状況を乗り越えて目標を達成できたのでしょうね。石川みなみさんの出身大学は早稲田大学教育学部です。2015年4月に入学し、2019年3月に卒業されています。大学1年生でアナウンサースクールに通い始め、大学2年生の頃にはセントフォーススプラウトに所属し、アナウンサー業の経験を積んでいます。セントフォースといえば、多くのアナウンサー、キャスター、タレントを輩出したり席を置いている女性に特化した事務所として有名です。例えば井上聖香さん、阿部佳代子さん、川田博美さん、神田真中さん、角玲奈さんなど、キー局の番組などでおなじみの顔ぶれが並びます。アナウンサーやお天気キャスターといった方が多いですが、元バドミントン日本代表の塩田玲子さんだったり、元アイドルといった経歴の方も在籍しています。そんな石川みなみさんですが、大学2年生の時に秘密の県民賞の広島美人特集にて
インタビューを受けていたそうです。その時に日テレのアナウンサーになりたいと目標を語っていました。今では日テレアナウンサーとしてジップにレギュラー出演するなど見事有言実行となっています。石川みなみさんはアナウンサーは夢ではなく目標として努力を続けてこられたからこそ実現されたのだと感じます。続いて浪人だった噂についてですが、ネット上では浪人や留年の噂が後を絶ちません。その説の根源となっているのが石川みなみさんの入社時期の年齢が本来早稲田を一発合格した年齢より一つ上なことにあります。期が予定の時期より1年遅れたのでしょうか。それは石川みなみさんは英語を学ぶために計4回留学を経験していたからです。カナダ2回、オーストラリア1回、台湾1回。初めての留学は大学1回生の春で、春にはオーストラリアのメルボルンへ、その夏にはカナダのバンクーバーへ留学しました。語学留学をしようと思ったきっかけは、1年生の時はサークルや部活などに所属していなかったので、今しかできないことをやろうと考え、英語を学ぶために夏と春の2度語学留学をしましたとインタビューを受けた際に語っています。ちなみにオーストラリアではインド人、カナダではフィリピン人の家にホームステイをしていたそうです。また自身の留学時のエピソードについてもこう語っています。インド料理はとにかく辛くて大変でした。カナダに留学している間に観光でロッキー山脈に行ったんですが、景色がとても綺麗で感動しました。今までの人生で見た景色の中で一番でした。死ぬまでにもう一度行きたいです。合計4回の留学をするなど行動力があり好奇心旺盛な石川みなみさんですが、カンボジアへ計2回の海外インターンをした経験もあります。なんとそこでは大学3回生の時にカンボジアのプロサッカーチームソルティーロアンコール FC の公式アンバサダーを務めています。ソルティーロアンコール FC は本田圭佑選手がオーナーを務めるサッカーチームとしても有名です。石川みなみさんはそのチームの選手にインタビューをしたり SNS を使ってチームの広報活動を行っていました。最後に略奪愛の真相についてですが、日本テレビ朝の人気情報番組ジップで共演する同局の佐藤義明アナと石川みなみアナが親密交際していることが週刊ポストの取材で分かった。同誌12月6日発売号が報じる2人は佐藤アナのマンションで自宅まったりデートを楽しんでいた。東京都内でもようやく冬の寒さが本格化した11月下旬の昼下がり、東京港区の閑静な住宅街にあるマンションから2人の男女が出てきた。周囲を警戒しているのか、男性は頻繁に後ろを振り返り、女性は帽子を目深に覆っている。それが佐藤アナと石川アナだった。お互いに手ぶらにスニーカーという軽装で、佐藤アナが話しかけるとマスク越しでもわかる笑みを浮かべる石川アナ。その後2人は2時間ほど散歩を楽しみマンションに帰宅した。ということで石川みなみさんに熱愛報道が来てしまいましたね。石川みなみアナにファンにとってはかなりに憎き秘宝ですよね。しかもその相手はジップで共演している日本テレビの先輩男性アナウンサーの佐藤義明アナでした。そんな佐藤義明アナは2014年に当時ピカピカの新人2年目アナウンサーだった郡司恭子アナと熱愛を報じられた方なんです。日テレ女子アナを次々とゲットする佐藤義明アナ、しかも石川みなみアナ25歳と佐藤義明アナ36歳とその年の差は11歳。そしてなんと郡司恭子アナに続き石川みなみアナもアナウンサー2年目の新人。佐藤義明アナの年齢からしてこのまま結婚も考えている可能性もありそうですよね。それにしても同じ局で勤務するアナウンサーと女子アナ、いわば職場恋愛にあたるわけですが、2人はどのようなきっかけで付き合い始めたんでしょう。2人に熱愛を報じたニュースポストセブンによると、石川みなみさんと佐藤義明アナが恋人関係になったのは最近のことだそうです。ジップの担当曜日は2人とも月火水で、
今年の箱根駅伝の中継では石川アナが佐藤アナのサポート役になるなど多く共演を重ねる中で次第に距離が縮まっていったようです。と、ジップでの共演、そして箱根駅伝でコンビを組むなど親密になるきっかけはたくさんあったようですね。以前にはジップの YouTube チャンネルで佐藤義明アナが石川みなみさんに髪型をショートにした理由を尋ねるという動画も投稿されています。2人の熱愛を知ってから改めてこの動画を見直すと、もしかしたら佐藤義明アナは聞く前から石川みなみさんがショートにした理由を知っていたのかも、なんて邪推もしてしまいます。そのように熱愛発覚してしまった石川みなみさんと佐藤義明アナですが、戦術したように佐藤義明アナは以前石川みなみさんの先輩にあたる郡司恭子アナと熱愛報道されたことがあるんです。そのせいか石川みなみアナは郡司恭子アナから佐藤義明アナを奪ったのではないかという略奪愛の噂が流れているそうです。しかし調べてみると、佐藤義明アナと郡司恭子アナは2016年3月頃にはとっくに別れていたんだとか、佐藤義明アナは郡司恭子アナと別れた後、元カノで嵐の櫻井翔さんの妹櫻井舞さんと寄りを戻していたそうなのです。なので佐藤義明アナは櫻井舞さん、郡司恭子アナ、櫻井舞さん、石川みなみさんの順番で交際していたことが分かりました。佐藤義明アナは櫻井舞さんとの交際も長く続かず、2016年3月に自然消滅したという内容が記事になっていることから、石川みなみさんとの熱愛は特に略奪や浮気ではなかったようです。石川みなみさんの熱愛はショックですが、略奪や浮気の類ではなかったことにはほっとしましたね。今後の動向にも目を見張りたいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。